地高者理論は、地殻変動と地質特性を説明する垂直地殻変動に関する理論だが、プレートテクトニクスにとって変わられた古い理論である。地高者という言葉自体は、盆地に堆積した堆積岩層が圧縮変形して隆起してできた火山などを伴う山脈や線形の谷を表すのに今でも使われることがある。地高者を構成する堆積岩界は、終極、圧縮、 断層などを伴った段階のものである、結晶性火成岩の貫入や谷の軸に沿った隆起、などが一般にその地紅舎の終わりとなる。その後、終極山脈帯となるとされた。地紅舎は三景の識別可能な岩層の種類によって、ミオ公社地紅舎とユー地紅舎に分けられる。ミオ地紅舎カナダオンタリオ州のミシガンベーシン、マイジオシンクライン、北米大陸東岸の地紅舎大陸近くの 大陸変炎部に沿って形成され、石灰岩、砂岩、血岩などの堆積岩から構成される。石灰岩や石英を多く含む砂岩は浅い水のある地形で形成され、地層者の内側に存在する。有地孔射深海で形成されるもので、岩石学的に異なる成り立ちを持つ。有地孔射を構成する堆積岩は、交砂岩、チャート、年番岩、凝灰岩。 深海西洋岩などである、有地校舎の堆積岩は変形が激しく、火星岩の貫入が多い。また、有地校舎では、フリッシュやメランジといった珍しい堆積が含まれていることが多い。聖地校舎大陸と太陽の岩層の間にある、線形の地校舎体であり、内部の火山体と外部の火山性でない地帯からなる、純地校舎大陸内の作り山運動によってできた、 地高舎的盆地である、15地高舎大陸内部などの安定した領域にある、地高舎である、エクソ地高車大陸の変異にあり、隣接する、正地高舎における侵食から生じた、堆積物によって形成される、準地高舎の一種である、デルタ地高舎とも呼ぶ、活発な地高舎的地形もいくつかある。最も有名なのは、タフロ地高舎であり、急角度の断層があるのが特徴で、 地層の観察に適している。パラリア時候者は、大陸辺縁部に沿って存在する海岸平野に変化する地候者である。地候者の概念は、アメリカの地質学者、ジェームズ・ホールとジェームズ・デーナが1800年代半ばに、アパラチア山脈を研究していた頃に提唱したものである。地候者という用語を最初に使ったのは、デーナで地球が冷却し収縮しているという概念に基づき、 盆地における体積が徐々に深まる地形を指して使った。地公舎理論は19世紀から20世紀にかけて山脈の形成を説明する理論として広く認められ、1949年にコロンビア大学のマーシャル・キーが地公舎を出版した頃に前世紀を迎えた。その後1960年代になって、プレートテクトニクスによる沈み込み体やプレートの衝突による 作り山運動の理論にとって変わられた。用法は変わったものの、地公舎という用語は、大陸辺縁部の盆地などを表すのに使われている。上記のように、この理論は大規模な山脈の地質の研究から生まれた。そのような地域の地層は、往々にして堆積岩であり、しかもその厚みが、数千メートル、時に10キロメートルになるレースがある。さらにその堆積岩を調べると、どの層にも荒い粒子、 場合によっては歴さえも含んでおり、陸から遠い深海底に運ばれ堆積するのは考えにくいので、それが堆積したのは浅い海でなければならない。つまり、浅い海底に数千メートルの地層が堆積したことになる。これを説明するために、その場は浅い海であったが、堆積層の増加とともに沈降し、そのために浅い海であり続けた。とするのがこの理論である。さらに、 そのような現象は大陸周辺で生じ、その後に作り山体となって隆起して山脈を形成するのが一つの型と考えられた。このような一連の過程を時に作り山輪廻と呼んだ。それはおおよそ以下のようなものである。なお、このような地域では火山活動が盛んで、その初期にはより塩基性の後期にはより酸性のマグマの活動が盛んになると考えられた。 ただし、1960年代後半にはすでに1 0トルもの沈降が起きることは疑問視されており、当時地震などで海底の土砂が毎秒数十メートルの高速で1 0 0 0トル程度も流動し、この時に粗いつぶ手でも運ばれることが確認されたため、ランデー流現象で運ばれた堆積物を旋回性と見誤ってたのではないのではないか、といった説が提唱されていた。 ありがとうございます。